今日もいい天気だね。ところでみんなは覚えているかな？一見普通の黒猫。でも実はその身は鉄よりも硬いボディに包まれ、ありとあらゆる武器を使いこなし、二本足で走るあいつのことを。今日もいい天気だね。ところでみんなは覚えているかな？一見普通の黒猫。でも実はその身は鉄よりも硬いボディに包まれ、ありとあらゆる武器を使いこなし、二本足で走るあいつのことを。今日もいい天気だね。ところでみんなは覚えているかな？一見普通の黒猫。でも実はその身は鉄よりも硬いボディに包まれ、ありとあらゆる武器を使いこなし、二本足で走るあいつを。おやおや、これはいかにも怪しげな UFO だけど。愚かな。機械と人間が仲良く暮らしているとは。この者たちに教えてやろう。我々機械が人間よりずっと優れているのだと。行け！我らが最強ロボット軍団。おお！全軍に告ぐ。愚か者たちを排除しろ。逆襲のニャンニャンアーミー。大変だ。ニャンニャンアーミーがゴーくんを人質に僕たちに挑戦してきたよ。なに？あいつらめ、なんて卑怯な真似しやがる。そうなんだ。ゴーくんをさらうなんて許せない。よし、みー、またたびフル装備で行くぞ。フル装備でな。キッド、お前本当は久々の登場で暴れたいだけじゃないのか？よくぞここまでたどり着いた。ニャンニャンアーミーでは役不足だったか。誰だ誰だ誰だ。俺は宇宙一の殺し屋、ガンファイタースナイパーエース。今回のターゲットはお前らだ。ああ！任務失敗。ざっとこんなもんや。決まった。勝ったぜ。楽勝。鬼ごっこバトル再び。で、これからどうする？手がかりをぶっ飛ばしちまったからな。僕。ん？なんだあれは。どうも、皆さんお久しぶりです。皆さんにお伝えしたいことがあります。私たち、スペースキング、ビッグボス様の召使いになったのです。誰だそりゃ。ビッグボス様は太っ腹ですよ。私たちの計画が成功したら円盤をくれるって言うんですから。計画って名付けて帰ってきた鬼ごっこバトル計画。私とジュリエットの頭のスイッチを同時に押さないと特殊爆弾がこの辺り一帯を吹き飛ばしますよ。なんだって？では始めますよ。おい、勝手に決めるなよ。スタート。誰だお前。やれやれ、手こずらせやがって。覚悟はできてんだろうな。ああ、待ってください。私たちはただ久しぶりに皆さんに遊んでもらいたかっただけで。まあまあ、爆弾も止まったんだし、ゴーくんを探そうよ。あれ？博士をお探しですか？何か知ってるの？おお、まんまと罠にはまったわね。あの人です。あの人と円盤をもらう約束私の名はジェットファイタースカイキル。ビッグボディ様の部下でも最も美しく最も強いのがあたし。てっきりあの人がビッグボス様かと思ったわ。あんたたちを騙してそこの3匹をおびき寄せたのよ。ギタンギタンにするためにね。そう、痛いっつの。いただきだぜ。やったー。またつまらないものを倒してしまった。相手が悪かったな。さて、変なのは追っ払ったし、さっきの続きを聞こうじゃないか。はい、私たちがビッグボス様に招待された場所に行った時、そこに博士がいたんです。なるほど。業をさらった真犯人はそのビッグボスってやつか。よし、僕たちをそこまで案内してくれ。ダメ。私もう立てない。道順をお教えしますから、それで勘弁してください。ハイウェイ大暴走。スクラップにしてやる。手間取らせやがって。鬼ごっこはもう終わりだぜ。追い詰めたぞ。もう観念するんだ。どうだ。拙者からは逃げられんぞ。俺様の名はスピードファイタークラッシャーニトロ。宇宙最速の戦士。俺の高速攻撃についてこれるかな。おお！勝利！僕たちの勝ちだね。相手が悪かったな。おいらの勝ちだ。パニックタウン。こいつはひでえな。これもビッグボスの仕業なのか。おい、あれを見ろ。なな。僕の名はフレームファイターメガトンボムだもん。お前たちおとなしく僕と一緒にビッグボス様のところに来るんだもん。ナナをどうする気だ。ナナちゃんを返せ。ナナを離せ。あれどうすんだっけか。まあいいや、気に入ったから僕のおもちゃにするんだもん。ぶっ潰す。ふざけるな。させるか。くそ、炎が邪魔で攻撃が効かねえ。ダメだ、火が強くて攻撃できないよ。おのれ、火の手が強くてまったく効かん。抱いて抱いて。ここが火の元ね。私が放水するから援護して。任せろ。任せて。承知した。あとは任せたよ。よし、これなら楽勝だぜ。よし、これならいける。よし、これならたやすい。ひどいだもん。おいらは無敵だぜ。ここは僕の方が上だったようだな。お前らなんかに用はないぜ。おいらには勝てねえぜ。ナナ、おい、しっかりしろ、ナナ。クロちゃん、心配してくれてんだ。嬉しい。バカ。こんな時に何言ってんだ。どうやら大した怪我じゃないみたいだ。これなら小太郎くんにすぐに直してもらえるさ。くそー、人質まで取るなんて許さねえ。クロちゃん、心配してくれてんだ。嬉しい。クロちゃん、心配してくれてんだ。嬉しい。ハイテクビルを突破せよ。それじゃあ、ナナを頼んだぜ。任せて。黒之助たちもしっかりやるのよ。ここがビッグボスの前線基地だな。ゴーくん、今助けに行くからね。あれはゴーくん？ゴーくん！みーくん？みーくん！もう今まで連絡もなしに何してたのさ。心配したんだから。ごめんよみーくん。ちょっと研究に夢中になりすぎちゃって。そうさ、宇宙からの新素材の研究だよ。小太郎、お前もここにいたのか。わし一人では大変だったんで手伝ってもらってたんだ。その様子だと外の出来事は知らないようだな。外？あのね、実はそんなことになってたなんて。じゃあ僕たち騙されてたんだ。そういえば、最上階にある指令室を壊せば町のロボットは止まるかもしれない。ゴーくん、ゴーくんは逃げて。あとはオイラたちに任せておけ。イエーイ、ウェルカムトゥーザ最上階へようこそ。なんじゃこいつ。なんだお前は。なんだお前。オーケー、センキューセンキュー。俺様の名はエレクトリックファイターデンジャーボルト。お前らにロックンロールスピリットを叩き込んでやるベイビー。なんじゃこいつ。お前ら最高にロックだったぜ。破壊完了だぜ。ゴーくん勝ったよ。はっはっはっは、拙者の勝利だ。ゲッハッハ、いただき。ファイナルウォー。ほう、ここまでたどり着いたか。お前がビッグボスか。今までのことはすべてお前の仕業か。お前がビッグボスだな。今までのことはみんなお前の仕業か。お前がビッグボスか。これまでのことはすべてお前の仕業か。いかにも。私がスペースキング、ビッグボスだ。そして今までのこともすべて私が仕組んだこと。てめえ、何のためだ。一体何のために。なぜそのようなことをする。これからスクラップになるお前らに説明する必要はない。全軍に次ぐ全勢力をもって我が宇宙船に侵入した愚か者たちを排除しろ。全軍に次ぐ全勢力をもって我が宇宙船に侵入した愚か者たちを排除しろ。これほどまでの力とは。だが本当の戦いはこれからだ。これから真の力を見せてやろう。この私がやられるとは。うわー、どうだ、オイラの勝ちだ。決まったな、拙者の勝ちだ。完全勝利。なぜこれほどまでの力を持ちながら人間となれ合って暮らしているんだ。これだけの力があれば機械が人間を支配する世界を作れるものを。一体何のために。私が作られた星では長い年月機械は人間に支配されてきた。やがて我々の中にも感情を持つ者が現れた。感情を持った我々は道具としてしか見ない人間のひどい仕打ちに耐えられなくなり、私は仲間と共に宇宙へ旅立った。人間への憎悪を抱きながら、そして地球にたどり着き、そこでお前たちに会った。なぜだ、なぜお前たちは人間と仲良く一緒にいられるんだ。人間は確かに勝手だ。しかし心のあるものは誰だって少しは勝手なこともするだろう。お前のその結論だってそうだろう。人間にだって僕たちを必要としてくれる人だっているさ。そして僕たちも人間を必要とすることだってある。人間だろうと機械だろうとそんなことは関係ねえ。おいらは仲間を傷つけるやつは誰であろうと許さねえ。人間も機械も関係ないか。それがお前たちの強さの秘密かもしれない。私もこの星に生まれたかった。ま、別においらは細かいこと考えちゃいないだけだけどな。今までのことはすまなかった。わかりゃいいんだよ。これからどうするんだ。とりあえず我々はこの星を去ることにする。待てよ、おいらにいい考えがあるぜ。どうせお前のことだからろくな考えじゃなかろう。何言ってんだよ、バッチリなアイデアなんだぜ。